エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は未課金勢が無凸で引いてよかったキャラ紹介となります。原神4初期からプレイしていて星5キャラを引いてよかったキャラを紹介したいと思います。今回は無凸で運用してみて普通にプレイする上で特に活躍したキャラとなります。もちろん編成や使い勝手により評価が変わりますので僕個人の見解として紹介したいと思います。宵宮は炎アタッカーとして扱いやすさが魅力です。星4の武器でしっかり火力を出すことが可能でプレイスタイルはシンプルなのがいいところです。翌空きと組ませれば簡単に蒸発を狙って効果力が狙えるのも初心者でも早めにマンダメージが出せるのがいいところでした。探索においても炎のギミックはたくさんあるので銃撃で攻略できるのもいいところですね。ただ耐久値が低いのでシールド持ちの味方と組ませないと辛いことと通常攻撃の5段目をしっかり当てないと火力が出ないのが絆くらいです。ガイデンはアタッカーとサブアタッカーの両立ができるのがいいところ。スキルによる追撃も元素反応を狙いやすいので撃破環境である今ではかなり重宝します。元素爆発も一撃が大きいのもいいところです。絶縁の生物厳選が必要なのと元素チャージ効率を250以上目指さないと物足りなさはあるのが傷です。ただ絶縁は多くのキャラクターで使用するので厳選としては楽な方となります。またライデンは火力に目が行くところが多いですがチーム全体の元素チャージ効率を上げることも魅力です。星4のセピロススピアで元素チャージで十分チームの元素を賄います。チーム全体の火力を上げるきっかけにもなるので重い編成でも使えるのがいいところです。ニーローは開花パーティーを組む上でダントツで使い勝手がいいのが魅力です。特に星4編成で配布キャラだけで編成を組むことも可能なので編成難易度が低くても問題なしというところがいいです。異物の厳選も HP を上げるだけでいいのである程度の火力を出すならとても簡単に育成ができます。ただし本当に高い火力を出すには持ち武器が必須になってくるので使い勝手が良ければ武器も引くという感じでいいかなと思います。他にも水と草限定編成じゃないと力を発揮できないので編成が固定されるというのが傷ですね。でもこの子がいるだけでボスの難易度がぐっと下がるいいキャラです。イエランは水サブアタッカーではありますが銃撃、スキル、爆発それぞれが強いのが魅力です。サブアタッカーの割に自分でスキルマンダメージもすぐ狙えますし爆発で自動追尾型の攻撃ができます。攻撃に反応して追撃するので炎アタッカーとの相性がいいです。また元素爆発が時間経過とともにバフがかかるのでさらに火力もアップします。戦闘面においてもかなり強いですね。また探索もスキルのダッシュで移動が楽なのもいいところです。生物厳選もニーロー同様 HP 盛りなのでそこまで難易度が高くないところもいいですね。欠点といえば強くなってゲームがちょっとつまらなくなるっていうのがあるぐらいですかね。最後はナヒーダです。草元素付着が一定時間できる上にスキルと元素爆発の回転が速いのが魅力です。草元素というと火力を出すには熟知を参照するので会心率なめがいらないというのもいいですね。無凸をするならもちろん会心率なめは必要ですが無凸でも十分なくらい火力が出せるキャラです。その他に草元素付着を複数につけることが可能なので他の元素キャラクターとも合わせやすいっていうのがいいですね。星4キャラと組ませても十分な火力が出せるキャラですし何よりシンプルな使い方でいろんなパーティーと組めるのがいいところです。今回紹介したライデン、ニーローとも相性がいいです。アイテムの採取もできるので何気に探索するときも重宝するキャラクターです。番外編ですが個人的にはフータオと勝利もおすすめです。勝利に関してはシールドキャラ最強耐久なのでパーティーに入れるだけでとにかく強くなります。シールド持ちのキャラが少ないまたはキャラコンに自信がないならおすすめしたいキャラです。続いてフータオですが炎アタッカーの中では最強格だと思います。自傷型のバフで効果力が出せます。ただ生物の厳選が非常に大変で火力を出すにも持ち武器が必須になります。
さらにキャロコンも要求されるので難易度が高めなキャラとなります。扱いきれればすごく魅力的なキャラクターではあるのですが、王城夜行の編成メンバーが揃ったらおすすめしたいっていうキャラクターになります。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。